本気を出すのもどうかと思うので、まあ、一匹救えたらいいということにしましょうか。おいった来たメダカ部変なところから入る。沢井さんどこ行くんですか、これから。これからですね、メダカすくいに行ってきます。メダカすくい、メダカすくいですよ。皆さん聞いたことあります？今日ね、静岡キッズ応援隊のイベントですよね。そうなんですよ、もう大にぎわいでしたよね、はい、そうなんですよ。でもお子さんたちまだだいぶメダカすくいしてんじゃないですか。本当だ、こんな大きいアダルトが入っちゃって申し訳ないのでちょっと待っておきます。うん、アダルトって自分のこと言うんですね。アダルト、まず、あ、私がアダルトだったら今日でした、ごめんなさい。いや、本当、本当。こんにちは。こんにちは。高級メダカすくい。金魚すくいならぬメダカすくい。そうなんです。おなじみは金魚なんですけど、メダカです。金魚よりは動きが早いので、ちょっと難易度は高い。お願いします。金魚すくいと同じですか、これ。そうです、同じです。濃いです。頑張ります。はい、気無理かな。あ、入った。私は最初に全部濡らす派なんですよ。なぜこれなんかいいって聞いたことがあって、はい、最初に全部濡らしてから、はい、チャレンジする方が破けにくいらしいです。なるほど、冷静にね。冷静にね、冷静に落ち着いて、はい、すばしっこい、逃げ足早いですよ。あ、そうなんですか。結構難しい、全然救えない。え、むず。え、あ、ちょっと待って、逃げられちゃう。みんな救えないんですって。もうね、難しいんですよこれ。今ほど蛍の光が寂しく聞こえたことはないですね。本当ですよね、虚しい。え、待って、お願い、みんな救われて、お願いお願いお願い、入って。ああ、このホタルの光が、どんどん心を焦らせていきます。全く光が差してないからね、本当に。ホタルの暗闇、一匹でよしにするか。一匹でよしにしたい、うん、あれ、ついに何が起きました。やめけた、一匹も救わず逃げちゃいました。気を取り直して一匹でも救いたいですね。特別ですからね。特別ですよね、はい、ありがたいんですけど、期待に応えたいんですけど、何せやっぱメダカちゃんが。お、行った行った、本当行った。あ、来た、来ました。しかもちょっと大きい子。うお、やった、おめでとうございます。やった、よかった。あ、すごい、今尊敬の眼差しを集めている。どう、お姉ちゃん救ったよ。すごくない？救ったよ。すごい集まってきた。おめでとうございます、沢井さん。はい。救えるところまで救っていきたいと思います。あ、まだ行きます。はい。2匹目。そう、入った？入った、入った、入ってます。どこどこ？透明の子が。あ、いた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 。あ、おめでとうございます。才能あるんじゃないですか。発揮しましたよ。一回こそつかむと強いですね。ありがとうね。え、3匹来た。沢井確変状態。すごい、急にどうした、目覚めました。メダカのプロ、あ、惜しい、下沈んじゃったな、うん、すごくない、どう、え、入った、また何匹目、4匹、お、目標達成、おめでとう。見て、4匹作っちゃった。4匹、4匹、すごい、のんびりしてるの、これかな、これどう、これ、え、行った5匹、行った。すごい、5匹いて、お姉ちゃん、じゃあすごくない、あー、え、いった、 1、2、3、4、え、6匹目いった。6匹いったところで破けました。いや十分です、沢井さん、6匹ゲットおめでとうございます。ありがとうございます、やった、これはすごいわ。でも楽しかった、
この絵はすごい、6匹すごいですよね。すごい。僕も鳥がやりましたよ。沢井さんをアシストしたのは僕ですからね。はい、まあそういうことにしときましょう。はい、ってことですよ。僕も、はい、3匹もらって帰りたいと思います。半分持って帰るんですか。はい。元気な先輩ですね、本当。メダカ部